皆さんこんにちは、犬ぷんチャンネル犬ぷんです。はい、チャンネル登録と Twitter、TikTok のフォロー、いいねもぜひよろしくお願いします。はい、で今回の動画なんですけども、先日のブラショでね、購入品の紹介をさせていただいたと思うんですけども、それと合わせてですね、こちら画面に映っております夏の福袋というものを、羅針盤さんで売っていたものを購入させていただきました。で980円で、結構ね、パンパンに詰まっていて、アニメグッズ系ですかね、が、10点入ってるというものになります。よく YP チャンネルさんっていう YouTuber さんの方が、この羅針盤さんのね、福袋の開封動画とか結構やられてるのを見てて、私も結構気になってたんですけども、今回ね、大量になんか店頭に置かれていたので、すごい気になっちゃって購入してきました。今回はね、開封をね、相方の猫プンにちょっと手伝ってもらいました。果たしてこの中身が紙袋になるのか、それともゴミ袋になるのか、早速開封していきます。それではその様子をご覧ください。この羅針盤のこれ、ちょっとね、さっきね、一個ね、見えちゃったんで、上から。猫、はい、猫プン出して。一個ちょうだい。これ見ないから。あ、これね。これ、白鵬から見えちゃったんで、実は。食品保証外?ん?どういう意味?これ。ガムだからあれか。食品の保証はできませんよってやつなのかな?多分。まあいいや。はい。ごめん。誰やんこれ、誰?ちょっと待って。わかんない。あ、ハンターハンター。ハンターハンターね。わかった。はいはいはい。元1100円もするの?こんなんのいいぐらい。はい。持ってるしだけど、まあ未開封だったらいいわもうこれ。はいはい、次。これなんだ、ちょっと待って、見たことあるような、あ、ストライクザブラッドね。はいはいはい、クリアファイル。これ普通になんか書類入れない?何枚入ってるのこれ。え?何枚入ってるの ?2 枚ぐらい入ってるのか。クリアファイルセットだから。いや違う。え、結構入ってない?まあいいや。これ4点目でしょ ?10 点入ってる。これも、え?これ魔法か?あ、はいはいはい。魔法科高校のやつね。え、これみゆき?え、なんか、絵柄がちょっと違う。まあいいや。クリアファイルこれ使えるから。書類入れに使います。これが、今5点目 ?6 点目 ?6 点目?クリアファイル多いな。あ、でもこれ。カノカリです。これ、ちょっと、四つ葉、ぶっぱくってない。ね。これいいね、500円で。クリアファイルマジ多いな。クリアファイルだらけ。クリア、ちょ、待って。いや、こんな書類、こんな書類、ないわ。いや、これ魔法学校か。いや、書類こんな、いや、これだって何枚入ってる?これだってさ、3枚か4枚って、これ、クリアファイルだけ何枚あんねん、もう。はい。これ770円だね。うん。はい。これじゃ次。
いや、待って。まあ、いや、これ嬉しいけど、SAO だから、ほら。いや、結構、クリアファイルだらけや、これ。クリアファイル袋って書いてよ、じゃったらもう。もうこれ。で、まあ、これ、いいかも。結構光沢感あって。これ結構高いな。860円もする。880円。これもセット?これもセットっぽいね。あ、そういうこと?あ、こうなってんのか。開くタイプか。開くタイプのやつだ。はいはいはい。これもこれで、まあ、こっちの方。クリアファイルだらけ。待って。10点入ってるじゃん。1、2、3、4、5、6、7、8開けたの。8、1、2、3、4、5、8点開けて5、5個クリアファイル。はい、次。いや、待て。いや、でもほら、いや、でもね、推しが出たから、ほら、推しの、最近、これ、いいよ、ほら、このセットでこれいいじゃん。これは嬉しい。これは嬉しいけど、嬉しいけど、なんでクリアファイルだらけや、もう。だって10点、あと最後ラスト1個でしょ?これ、ラスト1個でしょ?ラスト1個。ラスト1個じゃない?あれ ?10 点、1、2、3、4、5、6、7、8、9。あれ ?10 点以上あるってことじゃ。ちょっと待って、これ。いや、まさか、あの厚みクリアファイルで締めてないよね、まさか。結構重かったけど。もうこれ結構新しめのアニメだからね。魔女旅。これも結構いい感じだね。ちょっともうクリアファイル数えるのやめよう。最後数えるのもう。わけわかんない。はい、じゃあ次。いや、おかしいでしょ。ね、いや、もう、ね、いや、もう、ネコプなんかおかしくなっちゃったよ、もう。もう、出すな。これ何これ。わからんし。あ、東宝か。東宝のね、ちょっとキャラクター名よくわかんないんだけど。うん。いや、まあいいや。はい、まあ、次。はい、次。いや、これ。いや、ま、さっきと同じやん。これ、クリアファイルじゃん。下敷きやん。また、これ、同じけ。なんで同じのにね。下敷きね。はいはい。はい、じゃあ次。まだある。もう、でも、なんかで、結構厚みあったから、でかいのあるはず。あ、これこれかわいいね。これかわいい。かわいい。これ。いや、かわいいんだけど、これ2020、これスケジュール。ちょ、待って。これ、2020年から2021年から、なんでこれ入れたんこれ。もう使えないじゃん、これ。ちょっと待って。これ、いや、かわいいけどさ。これ今2022なんだけど、もうこれ、ちょっと。ちょっと待って、これ。これなんか、カバー変えられ、ちょっと待って、これだけちょっと先に開けちゃう。これもしカバーだけなんか変えられて、あれじゃない?あの、他の手帳とかに切り替えられる。カバーだけ使えるとかっていう手だったらいいんじゃない?もしかして。ああ、はいはいはい。でもダメだよ。これ2020ってもう印字されちゃってんだから、もうダメじゃん。もう、飾るだけですね。もう飾るよ。なんで2年前のカレンダーに。はい。はい。次。ラスト2個。ラスト、ん ?2 個いっぺん。2個いっぺん。2個いっぺん。2個いっぺんどういうこと?2個いっぺんどういうこと?どういうこと?え、なにこれ?ん?待って、え?これ。え?これまたジブリ系?これ、ちょっと。ちょっとね。ね、ちょっと大丈夫?これに。これ、ラピュタとトトロでしょ?これまたスケジュール帳違う形のさ、これまた2020。これ高いんだけどさ、これほら、見て。
1800円と1000、なんで2000円2年前、2年前の使えないじゃんこれもう。可愛いんだけど、あ、これはカバー、これカバー、でもカバー一体か、ダメじゃん。ダメじゃん、これも。いやいや、なんでこれ、はい。ラスト、これ、あ、ペンケース、これは何のペンケースだ、めっちゃ高いよ。2420円だから言ってる。タイムリミット、ウィズイン、セブンデイズ。あ、スクエニのか、これ。あ、スバセカだね。はいはい、スバセカのか。はい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 。あ、そういうことね。これね。これね。このコート。あ、これ、まあいいんじゃない?誰かに。はいはい。いいんじゃないでしょうか。まだある。まだある。え、10点って書いてあるね。え?あとなんか、まだある。いや、これ完全にゴミや。ゴミでしょ、これ。処分品でしょ、これ。これ一番くじのでしょ?この間出てた、ジョジョの。これが入ってるって書いてある。あ、でもこれかわいい。結構おしゃれなやつだね。よかったね、これじゃなくて。カップね。はい。はい。で、ラスト。はい。じゃあ、ラストもらいます。ラスト。え?いやね、これ。あんねん。こないだ倉庫に持ってったばっかり。持ってったばっかし。しかもこれね、これ確かね、お店でいくらだっけ?数百円で売ってた、今日見たんだよ。今日見た。値段剥がしちゃうな、これ。数百円だったのね、これ。まあまあまあ。なんでこれついてるの?これ。いや、もうちょっと綺麗にして入れればいい。まあ、総額的には結構1万軽く超えてる感じだよね、これね。見る限り。これが高いのかな?これが最高額じゃない?あとはなんかポロポロポロあって。この、もう使えない。もう絶対使えないこの、なんつうの、このスケジュール帳?これだけで多分結構数千円。まあ、クリアファイル嬉しかったかなって感じかな。クリアファイルが。ゴミ袋まではいかないけど、まあ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 って感じだね。紙袋でもはないね。間違いなく。っていう感じですね。はい。ね。ね。はい。どうしよう。これ。これどうしようね、これ。欲しい人いるかな、これ。欲しい。2020年のスケジュール帳。ネタでしかないね、これね。ちょっとじゃあ最後に、これワンチャン。これが、もしかしたら、これんトトロは、あ、ダメか。ダメだ。ここに20って書いちゃってるから、これダメじゃん、結局。でもわかんないか、これ。2020ってわかんないか。これカバーだけ取り外せるから、ワンチャンこの、なんていうの、このサイズ?これ何サイズ ?A6 くらいのサイズかな?このサイズのやつを使って、なんか入れ替えるとかね。でもこれほら、後ろほらメモ帳が入ってる。これ切り離してほら、切り離せるようになってるから、ここ。これ使えるんじゃない?かわいい。ここだけ使える。ここだけ使えるのと、この路線図だけ使える。多分変わってないから路線図だけ使える。こっちはもうどうにもできない。うん。あ、これ、ほら、これもメモ帳ついてるわ。これも使えるか。ちっちゃいバージョン。あ、メモ帳。使えるのか、これ。もう、過ぎ去り日だよね、もう。ラピュタも多分同じパターンでしょ。ラピュタも多分、後ろに
メモ帳がついてる。これやっぱ入ってるから、ちょっと難しいのかな、使い道が。という感じですね。はい。以上です。はい。いかがだったでしょうか。まあ、個人的にはね、どうなんだろうなっていう感じはしました。まあ、ちょっとコンテンツの偏りはなかったかなっていう感じですかね。まあ、で、総額を確認したら、値段が貼ってあるものもあったんですけども、それから考えると、15,620 円になってました。なので、15倍ですかね、の金額の、グッズが入ってたという形になります。開封の中でもあったように、ちょっと使えないね、スケジュール帳とかも入ってたんで、ちょっとそれ、どうなのっていうのは、ぶっちゃけた話、ちょっと闇感があったんですけども、まあまあ、でも、クリアファイルとか結構良かったかなっていう印象がありました。でも他にもね、女性向けっていうやつも、まあそれも同じ価格で販売されてました。で、物によってはね、結構その、めちゃくちゃいいもん入ってたとかっていう、推しのグッズも入ってたとかっていう風なものもあるかもしれないです。まあこればっかりはね、運だったりとか、お店側の意向とかもあるんで、ちょっと何とも言えないんですけども、もしね、これ気になった方は買ってみてもいいのかなと思います。はい。そこまでね、その、高い福袋ではないと思うので、怖いもの見たさっていう感じで買ってみてもいいのかなとは思います。買われた方でね、こんなもの出てきました、みたいなね、ちょっと面白かったりとか、いいものが入ってたとかっていうものがあれば、ぜひ、コメントいただけると嬉しいなと思います。はい。本日の動画は以上となります。この動画が面白いなと思った方は、ぜひ高評価またはコメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらに、Twitter、TikTok の方のフォロー、いいねもぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。またねー。バイバーイ。バイバーイ。